はい、メイコです。フィアナだぞ。さて、今日も先人たちにわからないことをお聞きしていこうではないの。まだまだわからないことはあるな。ありまくりよ。それで何を聞く？今回はこちらをお聞きしたい。ビックリマン第26弾ヘッドの偽物の見抜き方。こちらをお聞きしたい。25弾のシールを買ったので、26弾もそろそろ視野に入ってきたのでね。まだ、23弾パート1と24弾買ってないのではないか。買ってないけど、もう順番通りとかではなく、買えるものは買える時に、買おうという考えに変わってきましたので。もちろん、順番に買えるのなら、それに越したことはないけど。ただ、もうあまり順番にはこだわってないかな。そうなのか。それで、まあ、26弾についてあらかじめ聞いておこうかなと。他にも聞きたいことがちょっとあるんだけど。そうなのか。にしても、聞きたいことに不穏な言葉が入ってるな。入ってますね。とりあえず、26弾はどんなものかというのをざっと説明しようかと思いますが、ご多分に漏れず、パート1、パート2があるわけよ。前半段、後半段というやつか。そうね。そして、前半後半、ヘッドがそれぞれ12枚ありますよと。いわゆる水増しヘッドだな。その通りよ。で、パート1はこんな感じなんだけど。ヤマトたちがいるな。そうね。いわゆる人帝の系譜のシールがまた出てきたと。で、このヤマトたちの縦流れというのがあるんだけど。聞いたことあるな。通常は横流れなんだけど、工場のエラーで縦流れになったらしいんだけど、これも偽物がめちゃくちゃ多いらしい。そうなのか。有名な話だと思うけど、シールの専門店である某ショップの店長すらも騙されたぐらいだからね。やばいな。ただ、私は別に縦流れエラーは狙ってないから、別にいいんだけど。困るのは横流れの偽物が存在した場合。存在するのか？そこをまず聞きたいですね。縦流れの偽物があるのなら、横流れの偽物もあるんじゃないのかなと思うんだけど、ここら辺の情報が欲しいですね。正直、今まで横流れの偽物の話は、聞いたことないんだけど、ちょっと怖いところなので、確認したいですね。そして、もしあるとするのであれば、見分け方も教えてほしいですね。見分けられないとちょっときついよね。きついのか？きついよ。例えば、コンプセットで買った場合さ、他のは本物だけど、偽物が数枚混じってるとかになったら、面倒くさいことになるじゃない。確かにな。だから、買う前に見抜いとかないと、何度も捕まされたら、お金だって足らないでしょうよ。収益化したではないか。そんな何十万と入ってくるわけじゃないでしょうよ。まだまだだな。なので、チャンネル登録してください。お願いします。そんなことよりも、そのあたりの情報があれば教えてほしいです。教えてやってくれ。続いてパート2なんだけど、パート2はこちらとなってますね。こうなっているんですが、実はこれは不完全なものなんですね。どういうことだ？実はパート2は、ダブルシールと言っていいのかどうかわからないんだけど、この本体の前に実は薄いスモークが貼ってあるのが、正しいのよ。こんな感じなんだけど、ドン。こんな感じで、パート2のシールには、スモークが貼ってあるのよね。で、正体をわかりにくくしているみたいな。では、これはスモーク剥がしてるのか。そういうことになる。で、私はスモークが貼ったものが欲しいんだけどさ。前にちょっと聞いた話だと、スモークの偽物があるらしいのよ。そんなのがあるのか。あるらしい。要するに、偽物のスモークを貼り付けて、スモーク剥がしなし、みたいなのを売りつけているやつがいると。そんな話を前に耳にしたわけよ。それは困るな。困るでしょう。
なので、その見分け方があったら、ぜひ教えてほしいですね。これ見抜くことができないと、なかなか厳しいのよ。何が厳しいのだ？それはもちろんお金ですよ。というのもさ、このスモークアリの26段のヘッドって、店によって、日によって、値段が違うんだけど、おおむね1枚につき、4000円前後ぐらいなのよ。もしかすると、シールによっては、値段がもう少しするとか、低いとかあるかもしれないけど、私が知る限りではそのぐらいの相場帯なのよ。ということは、全部集めるのに、5万ぐらいかかるのか。普通に買うとするならそうなるのかな。もちろん、状態とか出品者の気持ち次第だったりするから、不確定なところではあるけどね。地獄だな。だから、失敗はしたくないわけよ。1枚だけならまだしも、何度も失敗したら、お金がいくらあっても足らない。そうだな。なので、ここら辺画像で見分けられる方法とかがあれば、教えてほしいですね。なかったらどうする？なかったら、お店から買うしかないと思うけど。ただ、お店も失敗するときは失敗するからね。特に某ショップのやらかし率は高いと聞いてます。そうなのか。平気で注文とは違うものを送ってくるらしいからね。そういうところがいい加減なところがよ。真贋の鑑定はしっかりやってますというのは、あまり思えないじゃない。確かにな。なので、そこからは買わないと思うけど、もう少し信用できる店から買うかもね。ただ、お店は高いからさ、安く買いたいとなるとフリマになるわけだし。そうなると、目利きが大事になると思うのよね。なので、もしその方法論があれば、お聞きしたいですね。もしわかれば、また動画作って、共有していきたいとも思いますし。そうすれば、被害者も減るわけですし。詐欺被害は減らしたいからな。そのためにも、ぜひ見分け方をご存知の方は、教えてほしいです。教えてやってくれ。それとこのパート2は、粉末ありバージョンとなしバージョンがあると、こんな感じでね。一応、これどっちが価値あるのかは聞いておきたいかな。価値ある方が欲しいのか。そういうわけではないんだけど、個人的にはどっちでもいいのよ。ただ、粉末あるならある、なしならなしで統一はしたいとは思ってる。だけど、どちらかといえば、粉末ありの方が欲しい気持ちはあるかな。ならどうでもよくないか。でも、買う時の目安にしたいのよね。価値が高くないのに、値段高かったらちょっとってなるじゃない。だから、あるバージョン、ないバージョンの相場帯をご存知の方は、教えてほしいかなと。まあ、お金があれば両方買えるんだけどね。でもないからね。チャンネル登録して、たくさん見てやってくれ。そういうことです。そうすれば万事解決です。というわけで、今回は26段のヘッドシールの偽物の見分け方を教えてほしいということでした。ビックリマンシールを集めるということは、偽物との戦いでもあるからね。負けずに頑張りたい。そもそも偽物を出品するな。出品していい偽物は、ロッチだけだぞ。